皆さんこんにちは。なるほど天です。今日もシースルーマッチ3で遊んでいきます。さあ、すびれちゃんの312ステージ攻略いってみましょう。お、アイスですね。まあ、お部屋暑いってお話最近よくしてますけど、あれなんですよね。さあ、上から降ってくるですね。今ちょこっと危ない。なんか喉の調子がすいません。そう、チョコレートギャバさんをお食べしてたんですけど、あの手のひらサイズの袋の中に小さいですよね、粒のチョコレートが何個か入ってまして、いや美味しいですけど、あれなんですよね、暖かい日になんかポケットとか入れたりして放置してると中のチョコレートが全部溶けてですね、全部くっついてですね、固まって一つの塊になるんですよ。最終的に大きいチョコができるんですけど、もうなるほど、久保何回か失敗してそれを しちゃったことあるんですよ。で、皆さんもそういう経験ありますか？お、爆弾が作れた。いやですから気をつけないといけないですよ。さあ、これで青が落ちてきてほしい。よし、特殊ジュエルを作りつつ、はい、氷も消しつつ、どうしますかね。緑もう一個ずらせれば、こっちずらしても、あ、緑消えちゃった。あ、いけたいけた。はい、よーし、ロック解除成功と。あと15回。なんかありますかね。また緑の横一直線ですよ。はい、あげると。で、これで壊しておけば、もうあとは上のアイスちゃんを倒すだけと。倒すというか壊すだけ。よし、あと左側。ダーン。どうしましょう。この紫壊せれば結構いいですけど。あと8回でしょ。あえてこっち壊しますか。出ないですか。はい、なんか運が良ければこれでいけるんですけどね。1個消しておきますか。あと5回。下まで落として特殊ジェルと組み合わせてもいけるんですけど、ちょっとそこまでいきそうもない。はい、紫。あー、紫落ちない。ちょっと待って、あと4回でしょ。下壊さないといけないでしょ。はい。あ、これでこうして、あれ？どうするんじゃないっけ？ちょっと待って。あれ？今、なるほくんの中ではもうクリアしたつもりだったんですけど。あ、そうそうそう、こうして、こう。ほら。いけました。すごい。いやー、ジャストで決めると嬉しいですね。ということで、今回の動画以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。